どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。マイセコンドトロールレベル。いや違うな、びっくりマークが3つもあるもんね。ちょっと読み直していい？マイセコンドトロールレベル。まあこんな感じでしょうきっと。でこのコースね、もしかしたらやったことあるかもしれないんだよね。この方のマイファーストトロールレベルっていうのはやったことあって、セカンドがやったことあるかわかんないんですよ。まあやったことあったらすいません。そんでね、たまにこういう声をいただくんだけど、 3,4 年前にクリアしたトロールコースを今の実況でやってくださいって。いやいいのかな、僕的には全然大歓迎なんですけど、クリアしてるわけじゃんそのコースって。だから見たことあるなこれってなる方もいると思うんですよ。逆に最近から見てくれてる方はわからないと思うんですけど、まあ機会があったらやっていきますよ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.66%。 そんでみんな僕を褒めてほしい。たった今歯医者から帰ってきて実況してるんだけど、歯医者でね、今日麻酔しますって言われたんだよね。でも麻酔しちゃうと喋れなくなるから、先生今日は麻酔なしでお願いしますって言って、麻酔なしで治療受けてきました。開幕ブロッカー。その治療さ、めちゃめちゃ痛いかなと思ってビビってたんだけど、運が良かったことにそこ神経がなかったから痛くなくて済みました。痛いなー、マジでビビっちゃったからね、両手をギュッとお腹の上に当ててギューってしてましたよ。いつ痛いの来るかなみたいな、さっきから邪魔なんだよ。みんな考えてみてよ、麻酔をしなくちゃいけない治療なのに麻酔をしなくていいですっていう勇気ある？めちゃめちゃ怖いぜ。悪いことをした時親に怒られる15倍は怖いぜ。なんだここ、進めねえじゃねえか。あ、後悔して。ジャンプしたらいけなかったのかな、ならちょっと待っとってみようか。なるほど、ボブちゃんが落ちてくるのか。でこれ上と下どっちだい？こういうの僕わかんないんですよ本当に。こっちはピンポンって言われた、言っていいのか。嘘つけ。これコース作りをしてやったらわかるんかな、どっちがいけてどっちがいけませんみたいな。まあ僕はそんなのわかるか、そんなの。今日のコースめちゃめちゃシンプルでいいね。なら上からいける。ブブーが腹立つな。でこれパン発動する以外ないよな、絶対そうだよな。このままあパン様。いやこれ一旦下に行って、ああいけませんわ。こんな簡単に叩けるパンとか警戒しちゃうじゃん。叩いていいのかな。うん、普通にいける。やべえ、今日はあんまり警戒しないで普通にポンポンポンっていけるのかもしんないね。じゃあ右のブロックが開く、そういうことだ。でここに超感ポイント。だがこれでジュリエットが取れることは間違いない。ジュリエット、あジュリエット、ジュリエット、ジュリエット、こっちを振り向いてよ、どこを見ているんだよ。これ絶対触っちゃうやん、この三十個。お前は俺を見るな。ジュリエット、今度こそ僕を見てもらうよ。お前は俺だけ見てればいいんだよ。ジュリコよくも人のジュリコを奪ったな、このブロックよ。さあ土管に入っていきましょうか。で今度はリンクか。はいどうもこんにちは。あこれ取っちゃったけど大丈夫、隠しブロックとかはなさそう。でこれはね、ヒップドロップした瞬間すぐに右に逃げなきゃやっぱり出てくるよな。そんなに引っかかると思ってんのか。ほっきょほっきょほっきょ。あ待って、違うんだって。絶対こっちじゃない。え何これ、シットジャンプ、しゃがみジャンプってことでしょ。うるせえ。中華取ることはちょっとんやん、しゃがみジャンプしてみようか。これで先に進めるんだね、取ること自体が間違いだと思ってました。でチビにならなきゃ進めないよな。どうにかしてスーパーキノコを維持したまんまいけそうですけどね。で次はジャンプだ、花豚。皆さん見ててくださいよ、数々のガーバーを見つけてきた私、これはスーパーキノコを維持したままいけるっていうことかな。これで一回あだれる。ダイヤ閉じ込められたらそれで終わりだ。上と下、下に行ってみようか。待ってよ。キノコ意味ねえじゃん。もうチビのまま来ましたよ、このまま急いで行こうか。あの砲台が上がるより早く右に進めば大丈夫。いやこいつなんか出してくるかもしんねえ、さっきフィッシュボーンとか出してきたもんね。出してくる。出してこないのか、ありがとう。で右なんて書いてたか全然わかんねえな。コインいただくぜ。鼻くそはいらねえんだよ。何も信用するな、僕は今からある全ての罠にかかるぜ。今回さ、ブラパとかハナちゃんとかパックンとかそういう罠がめちゃめちゃ多くない？絶対左なんかくれて。分かってんだよそんなことは。何度も引っかかる俺と思うな、勉強してんだよこっちは。クバクラ助けなさい。シンプルでいいですね、キョロコース。その分攻略も早いというもんですよ。誰乗せてんだお前。
何がいるんだろうね、このクパクラ。全然何も見えないじゃん。まあクパクラは飛び越えていっちゃおうか。テレサかなんかいるんじゃない。でキノコ取ることは必須で、ブランコは必須じゃないでしょう。きっと絶対にね、このブランコ捕まったら右に行けなくなると思うから乗らないで行きますよ。この下手くそ。こんなボンミスするぐらいならブランコに乗った方がまだ良かったって。乗ってみる。ちょっと気になるところもあるもんな。乗れないんかい。ここちょっと難しくないですか。隠しブロックを叩いておこうか。そしてあの隙間に入るってなかなか難しくない。よく今一発でいけたな。で、あの鍵を持ってきて。ここは、うん、ここは鍵持ってきて降りれるんじゃないの。ねえ、まるまる邪魔しないでよ。頼むってよ。抜けないんだけど、もうまるまる邪魔すんだって。俺が邪魔ってか。いや、ジャンプぐらいせ。一発マリオですよ、こんなのは。もうテクニックがあんまりない人だったら一生こっから進めませんよ。じゃあ USA だけもらっておいて右に行ってみる。これでどうなるか。鍵が手に入った。手に入ってんじゃん。さあそろそろ中間ポイント2が欲しい頃ですけど。中間点。くるったキノコ吐き出せ。チビになってったらあの氷は溶けるんかな。じゃあチビになってきました。バブルかなんか落ちてきてくれ、頼む。よっはっはっは。なんだね。え、ダンクルダイサー。なんで右に行ったんやろうね。右とか特に何もないやんね。ワンナップが欲しかったんかな。溶け。もう怒ったもんね。絶対許さないんだからね。プンスカプンプン。プースカプンプンとか恥ずかしいって。言ってみてよ、みんな。絶対笑い出ちゃうからさ。おい、ちょ、これ戻れんのか。この天才制作者が。こういうシュールなやつすげえ好きだわ。じゃあ右に行ってジャンプで、ハテナブロックにピースイッチが入ってるみたいな感じですけど、今ちょっと浮いたな。だよ、なんだそのやられ方。ピースイッチを踏まなきゃ上のブロックがコインに変わらないと思うから、踏むことは合ってるとは思うんですよ。で、この後この隙間入れんのかと思ったら意外といけるんだね。で、やめなさいその大砲。なんでそんなことしてくるの。別にいらないじゃんか。オフしても特に意味はない。じゃあ砲台を倒しておいて土管に張ります。で、土管の上ちょっと隙間あったな。あっちは何なんだろう。で、メッテオンオフをしていいのか。一旦ジャンプしてみようか。何もない。ならオンオフだ。メッテ。今日さ、罠には結構引っかかってるとは思うんだけど、進み方としてはいいペースだよな。で、この靴なんかには乗らねえよ。で、上と下どっちよ。こういう2分の1マジで弱いからやめてって。下行ってみる。お願い、2分の1の神様。ばあさんはすっ込んでろ。これさ、前にも言ったことあるんだけど、僕結構2分の1を外してるように見えるでしょ。でもね、実際はそんなことないんですよ。罠に引っかかってるのが目立つだけであって、結構当たりを引いてることも多いんですよ。だからどうした。ドクロに乗ったらすぐにジャンプだ。はっ、分かればもうこっちのもんなんだよ。で、これはオンオフをして上に進めばいいのかな。何も来ない。大丈夫だね。で、またオンオフをして土管に入る。これもう一回オンオフしなくちゃいけないのかな。まあ一旦そのまま行ってみようか。オンオフゴールボールか。オンオフをしなくちゃいけないって言ってよ。こっちは何、中間ポイントものしだけは。うん、死にたい。球しかもさ、上に救済措置がありそう。ブラックパックがいるからさ。じゃあこれジャンプしろ。これ難しくねと思ったら意外といけちゃいそう。あ、わかった。これさ、爆弾で1回当たればいいんじゃない。そしてこの状態になれば2回もする必要ないもんな。いや、これは一発でいくよ。見てて。ジャンプジャンプジャンプ。全然違うところでジャンプしてんじゃねえよ。やべえ、ブラパが来ちゃうって。うわ、惜しい。あのブラパだけは絶対やらたくないね。どこに行く、あのブラパ。え、あ、左にもう一回戻ってドアの上に行くのか。なるほどね。あいつが来るより早く。絶対に俺はこの年取りクリアしてみせる。死にたい気をクリアしてみせる。ごめんね、今ちょっと勝ったって。じゃあしゃー、死にたい気メッチを食べるぞ。もうこれで普通にゴールさせてくれんのかな。じゃあオンオフをする。で、土管に入ればゴールまでの道はあるようだ。頼む、ゴールさせて。しゃしゃ。いや、シンプルですげえいいコースだったね。とても遊びやすかったです。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ひなにーランド5。説明文は走れしか書いてないんですけど、サムネを見る感じパワーブロックが発動したら足場が壊れるから、その足場がなくなる前に進んでいけっていうコースなんじゃないかな。で、矢印があるからその通り進んでったら大丈夫だと思うんですよね。ただそう簡単に進ませてくれなさそうなクリア率だ。上等じゃねえか。走って走って走りまくってゴールまで一直線で
一発でクリアしてやるぜ。無理でしょうけど。じゃあ言うな。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.45%。 こういうブロックの中にパウが隠されちゃうやつ、マジで一瞬で足場がなくなるんだよね。だから相当急いでいかないといけないと思いますよ。さあ始まった。まずどこに行けばいいか、多分この矢印の方向に行けばいいと思うんだけど、一旦右見てみようか。鍵扉があるね。でパク君を倒すと鍵が手に入るわけでもなく、土管にも入れない。じゃあ上の方に行けっていうことだと思いますよ。でこれさ、むずくないかな、この一マス、このパウブロックに当てないで入るっていうのが。あやっぱそうなっちゃうよな。いや待てよ、ここでパウブロックを発動して鍵取れるんじゃない。夢みんな、やっぱりこの間に入る必要があるのか。これマジでむずいんだよね。ちょっとでも当たっちゃうと、来た来た来た、で上に行きますと一緒やし。一緒やじゃないのよ。何これ、トロールコースですか。パッシャパッシャ。ここにドッスンがいるってどういうこと。ドッスンに発動させてもらうと終わったわ。あでもなんかパウが降ってきたね。このパウを投げて鍵をゲットすればいい。ここ勝ちブロックとかないかな。うん大丈夫だね。でも入れねえじゃないかドアに。いやこれパウンの上に乗っていけばいけると思うけど、いけるテクニックなんてあるかちゅうことはよ。右上の方から行ってみようか。わかったよ、ここの簡単な入り方が。普通にジャンプして最大点のところで壁キックすれば簡単に行けちゃうんですね。でオンオフがある。オンオフをして上に行けっていう感じなのかな。この上に行くと遠くに何もない。わかった、このパウブロックで鍵を取ればいいんじゃない。多分そういうことだと思うんだけど、どの辺にする、この辺か。バカか俺は。みんなガチ分かったかもしれん。ドッスンのところにパワーブロックがあるじゃん。あのパワーブロックを早めに持つんだよね、ドッスンが落ちるより先に。そうすると壊してくれるんだけど、こっからこのパワーブロックを投げてこの鍵ドアに入れみたいな。来たんじゃない。うわこれめちゃめちゃいいじゃん。そして鍵を取りの勝ちブロックはないね。パワー持っていっちゃう、持っていっちゃっての左下に出る。うわこれむずいって。これいけるわけないですよね。ここは右上にジャンプしてカビキックしないでおこうか。でこれを何回も繰り返せばいいだけ。おし来た来た来た、ゴールもうゴールだゴール、なんだお前ら。いやこれどっかにゴールあるぜ、ここか。唇植物、次は絶対にゴールしてみせるぜ。一旦溜めておいてゴケー。いやどうすんだ。ちゅうかさ、最初にパウが2つ落ちてきたじゃん。そのパン2つを利用すれば簡単に早く進めるんじゃねえかなと思うんですけどね。このパンは一旦置いておこうか。でこの辺から投げてみて、鍵は取れる、鍵は取れす、取れるのかなこれ、頼む取って。よしでこのパンを持ってオンオフしてないから左から行ける。でさっきのゴール前のところで投げればゴールできるんじゃねえかなみたいな。頼むゴールして。どこ投げてんだ。いやそもそも合ってんのかこのやり方は、マジでわかんない。来たー来たー。なるほど、こういう生き方だったのね。すげえ考えさせられるコースでしたよ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、簡単冬資格。バカ丸出しなんだよ。なんて読むんだろうね。まあ中国の言葉だとは思うんですけど、この画面見てください。何かおかしいことに気がつきませんか。名前とアイコンの隣に国旗がないんですよ。いやこんなことっちできるんやね、初めて見たかもしんない。でサムネを見る感じ、開幕からもう終わってるんですけど、まず一発目に弾と弾の間に入る、そしてその弾を踏みながら進んでいけっていうコースだと思うんですよ。ただそれだけだったら簡単だと思うんですよ。クリア率が低い理由を探しに行こうじゃないか。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.28%。まず怪しいのがゴール条件ですよ。ゴール条件は1回地面から離れたら着地しないでゴール。いや1回地面から離れたらってどうせ無理だと思うんだよな、地面がないから。この間に入れさせて。1回間に入ることができればこっちのもんだと思うんですよ。地面から離れたら着地しないでゴールがなんぼのもんじゃ。頭パッカー。これね、繰り返しのリズムがきっとあると思います。1個飛ばして行ってみようか。1個飛ばして、何このコース。めちゃめちゃむずいじゃんこれ。バッカだ。どんどん球がなくなってくるから、なるべく早く右に進んじゃってみようか。一番右の球踏んでみようか。で一個ずつ踏んでいけばいけるんじゃないの。これ入った、落とし穴じ。もうやめた。もうやめたいぐらい本当に難しい。あこれは結構いいペースなんじゃない。なんか球がいい感じに出せ出せ。
もう無言でやりたいと思います。たまにね、無言でやってくれませんかって言われるんですよ。うるさいですって。まあそれは間違ったなと思う。正しい。そのコメントを送ってくれてた、めちゃめちゃ正しい。いや、これ結構いいリズムに乗ったんじゃないの。なんか一個飛ばしでいけば。あーはいはい。で、ゴールはどこ。長くない、時間がないですわ。一個飛ばしだったら間に合わんとか、そんな感じかな。だからここでこれはいいんじゃない。3つ飛ばしぐらい行ってみる。3つ飛ばしは絶対届かねえよな。あ、これは絶対ゴールしたわ。見てて、絶対にゴールする。さあここで早く早く右に行っちゃおうか。シャこれタイミングをつかめば簡単でしたね。ただそのタイミングをつかむまでが難しいんだよな。いや、ナイスアイディアコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。